野崎チャンネル。こちょ、いや、凄まじい試合が起きたので、今日はこの試合だけで、総チェック。もう、速攻で出していきます。筒香選手、復帰初戦で、8回裏、逆転のスリーランホームランで DeNA が、逆転勝ち。いやー、すごいね。井上尚弥選手の4団体統一戦、東京ドーム、ルイス・ネリとの戦いを、Amazon プライム見ながら、併用して見てましたけども、えげつなかったね。どっちもえげつなかったね。井上尚弥選手もえげつなかったけど、筒香選手もえげつないっていうところで、こんな凄まじいね、復帰初戦があるのかとね。で、ここまでね、2軍では、17打数3安打、2打点。打率1割7分6厘とね、出塁率が3割と OPS も476と、得点圏打率も2割と、20打席立ってというところで、まあこの成績だったんで、ちょっと時間かかるのかなと、ね、どうなんだろうな、交流戦ぐらいかな、ゴールデンウィーク、どうな、終わってからかなっていうところでしたけども、このね、5月6日、ゴールデンウィーク、最終日にね、1軍復帰となりましたけども、見事な逆転スリーランホームランっていうところで、まあこの試合ね、チェックしていくと、まあ試合途中まではね、今日ヤクルト先発石川ということで、5回92球3安打、3失点、1四球2失点とね、まあ、石川がね、この勝ち投手、まあ、ほぼほぼなるだろうと思ってたけどね、22年連続勝利かなっていうところで、ね、このまま勝ち切るかなと思ったら、まさかまさかというところだったけど、ね、今日、DeNA 先発ジャクソン、5回88球1安打3三振、6四球3失点というところで、今日は悪いジャクソンだったね。いいジャクソンはね、フォアボール少なめ。悪いジャクソンはね、フォアボール多めっていうところで、今日悪いジャクソンだったけども、ヤクルトがね、2回、4番村上からフォアボール、サンタのフォアボール、長岡アウトになるけども、北村フォアボール、そしてワンアウト満塁から中村雄平押し出しフォアボールというところで、1イニングに4四球でね、1点だけども、ここのね、ヤクルトが不運だったのが、まあ、このままね、まあ、石川がいくらバッティングいいとはいえでも、このね、下位打線に向かってフォアボール連発で9番石川になっちゃったっていうところ痛かったね。横市川三振、そして西川もね、三振というところで、ここでフルカウントまでね、行ったから、まあ、ファールで粘ってというのもあるけどもね、まあ、最後よくジャクソンがね、踏ん張ったっていうところもあるけどもね、ここでもう1点ぐらいヤクルト欲しかったなっていうところもあるけども、で、2回裏ね、ワンアウトから宮崎ツーベース、で、筒香フォアボール。やっぱ、今の選手たち、やっぱ、まあ、石川は戦ってるだろうけども、やっぱりデータが少ないっていうところと、今どういう状態なのか分かりにくいっていうね、ところでやっぱ不安感っていうところがこのチャンスではあったのかなと。でね、フォアボール。ワンアウト一、二塁からね、伊藤光が、レフトにタイムリーツーベースを打って、その後ワンアウト二、三塁からね、強打の犠牲フライで。まあ、こちらはね、ワンアウトで8番に持っていけたことが大きいよね。ここを経営してワンアウトでジャクソンもちょっと考えづらいんでね。ここでしっかり逆転して、DeNA ペースと思ったけどもね、3回表に、ワンアウトから落ちたフォアボール。またここでもね、フォアボール5つ目っていうところで。で村上アウトになるけども、サンタナがね、センターへの初球、ね、ツーランホームランで、またも逆転っていうところでね、このね、高めに浮いてきたカットボールをね、見事ね、センターへっていうところでしっかり逆転して、で、その後ね、石川も踏ん張りながら、まぁ、ちょっとね、初球ね、ボールが多くて、ボール先行になるところが結構多かったけども、そこをね、しっかりね、初球ボールになっても、緩急使いながら、しっかりゾーンで勝負できたっていうところで、まあ、フォアボールも1個だからね、まぁ、三振は出るだけでも、持ち前の打たせて取る緩急を使うピッチングっていうところは、素晴らしくできてね、5回92球、自分の役割っていうのは十分ね、果たせたんじゃないのかなっていうね。そしてヤクルトはね、7回表、ね、先頭代打、塩見は内野安打、で、西川アウト、で、丸山送りバントで、オスナフォアボール、で、2アウト1塁からね、ピッチャー石川に変わるけども、センタータイムリーヒットで1点。で、8回表にね、ピッチャー三島から、ワンアウトから北村フォアボール、中村雄平バントで送って、2アウト2塁から塩見がタイムリーっていうところで、まあ今日ね、DeNA は全部フォアボールね、絡みで失点してるっていうね、ところで、ヒット自体はね、6安打しか打たれてないんで、まあそこをヤクルトがね、しっかり、そのフォアボールで作ったチャンスっていうのをね、しっかりものにして、しっかりタイムリーね、サンタナのホームランっていうところで、得点に結びつけて、6安打ながらね、5得点取ったのは非常に、いい形で、これはもう石川にね、22年連続の勝ち投手の権利、プレゼントしましょうっていうところでね、いい形だったけども、8回ね、裏というところで、こうね、7回ね、2アウト1、2塁とピンチを作ったところでね、星からエスパーダに変わって、エスパーダがレフトフライに抑えて、まあ、エスパーダはね、開幕的になるんだけども、ね、まさかエスパーダ、ここまで完璧だったからね、まさかエスパーダが、まあ、開幕的とはいえ、1イニング4失点するとはね、これ誰しも思わなかったけども、まあ、7回裏にもね、ワンアウトからピッチャー星がね、
筒香に、ね、衝撃のツーベースっていうのを打たれて、もうちょっとでね、まあフェンス真ん中ぐらいだったけどもね、で伊藤がヒットでつないでっていうところでワンアウト一三塁からね、代打大和がねサードゴロで本塁ね筒香タッチアウトで、楠本がねレフトフライっていうところで、まあここでエスバーダーしっかり踏ん張ったんだけども、8回のね、裏、ワンアウトからねエビラツーベースで、佐野がね、ライトへタイムリーヒットで1点返して、5対3まだそれでも3だからね、で、牧三振で宮崎フォアボール、だから結局両チームねやっぱフォアボール要所のフォアボール痛かったよね。で2アウト1塁からね、これもねエスバーダー取りに行っちゃったね、もう初球ほぼど真ん中だったからね、それをね見逃さず打った瞬間右中間へのね逆転スリーランホームランは筒香見事、まあ、1打席目、フォアボール、そして、2打席目がね、センターフライ、これねこれも若干甘かったけどね、バットの若干先だったのがなんか結構変な打球でねセンターも失速してセンターフライだったんで、いやまあやっぱりアジャストしきれてないのかな感じ的にはっていうね、ところはその前の打席で思ったけども、2回の打席でフォアボールで、4回の打席でそのねセンターフライ、7回の打席でねそのツーベースっていうところで、まあその2打席目のねちょっとなんか弱々しいフライがあったんで、ちょっとどうなのかなっていうところはあったけどもね、しっかりこれでね、この多分一本でねかなり気楽になれたっていうところはあると思うんだよね、このツーベースで。で、8回ぐらいね、なんと見事に右中間のねスリーランホームランで逆転っていうところで、まあDeNA 的にはね最後森原がねしっかり抑えてっていうところはあるけども、まあ、いや完璧ヤクルトね勝つ見込みの試合展開だったけどね、一気に筒香のバットでっていうところで、まあこの試合ね、筒香が6番かな、1番桑原、2番海老名、3番佐野、4番牧、5番宮崎で6番筒香っていうところでね、3打数2安打3打点1ホーマーっていうところだから、まあ今日ね代打で出てきた、渡辺もねヒットを打ったっていうところで、まあ、エビラも状態いいんでね、今後どういう風に渡来を使っていくかっていうところにもなるけども、これでファンの皆さんも、本人も、球団も一安心だったんじゃないでしょうか。2軍で若干調子悪かったんでね、皆さんちょっと不安なことはあったけども、明日からの活躍も期待っていうところで、まあ、このね、1本で、今日の試合終わって DeNA は首位阪神と 2.5 ゲーム差の2位、巨人中日と、まあ、15勝5敗、巨人も15勝5敗で、中日が、14勝4敗4分けというところで、まあ、勝率ね5割が3チームあるっていうところで、まあ、ゲーム差なしの、2位、阪神 2.5 ゲーム差っていうね、ところではこれは今後のね優勝に向けては筒香っていうピースは大きかったんじゃないでしょうか。しかもねこのポジティブな情報によると、これはまあネットニュースとかの情報、新聞ね、スポーツ新聞の情報だけども、あの7月31日な、あの日本の、トレード期限ね、の最終日までバウアーと、交渉を継続していくというところで、まあバウアーはね現状はやっぱりメジャー復帰に向けて、そのアメリカもね同じ時期だから、アメリカは8月1日の何時だったかな、日本時間で言うと、そこに向けてのあのトレードね、移籍期間だから、そこに決まらなかったらもう今年はねバウアーもメジャー復帰できないっていうところで、そこから DeNA に向けてね日本に復帰してくるっていうのは十分考えられるところでもあるんで、そうなってくるとね一気にこの投打のねスーパー軸が手に入ったら、後半ね一気の追い上げ優勝パターンもあるんで、この DeNA 筒香が入って、この交流戦ね、やっぱり首位阪神とどこまでついていけるか、もしくは逆転できるかっていうところがね、今後のポイントになってくるし、これバウアーが入ってくるとね、まあ、経営もいい感じだし、ジャクソンはね、ちょっと投げてみないと分かんないんでね、今日は悪いジョクさんだったけど、いいジャクソンの時はいい感じだしね。で、森原もね、後ろしっかりもできてるし、まあ、徳山とかね、新しいあのリリーフもね、形、まあ、失点はしたけどね、形づいてるっていうところで、あとはまあ、1年間ね、しっかりスタミナがね、持ちこたえれるかっていうところはポイントだろうけどもね、いい形でね、整ってきて、これは今日の試合はね、あの、特に DeNA のファンにとっては歓喜、ね、いいお酒が伸びてるんじゃないですか、さぞやね。ボクシング見ながらねずっと世界戦全部見ましたけども、井上尚弥選手も強かったね。これプチ最後勝手な情報ですけどもね、初回ね1ラウンドネリーにねダウン奪われた時はね、おいおいおいまたタイソンの再来かみたいな、東京ドームには悪夢がいるのかみたいなね感じで、いやネリー強いの負けるんちゃうかと思ったけど、そんな心配はね全然いらずね、2回にダウン奪って、もう最後はもう余裕だったね。多分距離が測れるまでは難しかったんだろうね。でも距離が測れた時にはね、もう途中からねいい形のパンチも当たってきて、相手のパンチは避けていってっていうところでね、いつもの井上選手のパフォーマンスに見えましたけど、最後ね右アッパーから右ストレートっていうね、ダウンでさすがにあれは立てないなっていう、これからどこまで行くのか、プロ野球界は大谷翔平、そしてボクシング界は井上尚弥
ね、世界に通用する素晴らしい日本人たちが頑張っているというところで、日本の、ね、プロ野球も頑張っていきましょう。そして解説者としても頑張っていきましょう。そしてファンの皆さんもそれを見て、ね、応援して楽しんでいきましょう。それでは、DeNA 対ヤクルト、筒香復帰初戦でホームランを打った速報でした。ナイスホームラン。